よいとまけは、北海道苫小牧市のメーカー。製造元はサムスン。よいとまけの名は、地元苫小牧にある、製紙工場の牙で丸太を揚げ下ろしするときの掛け声に、由来し、外観も、丸太をモチーフにしている。株式会社、サムスンのウェブアドレスにもその名が使われている。誘拐原野に自生するハスカップの実のジャムを、ロールケーキの内側と外側にたっぷりと塗った後、 グラニュー糖をまぶした菓子。表面には、ベタつかないように、オブラートが巻かれている。しかし切り分けるためにはオブラートが邪魔をし、かといって、オブラートを取り外せば結局点がベタついてしまうので、自称、日本一食べにくいお菓子。このため、発売当初から食べにくいという客の声がよく届いたが、考案者の小林正都氏は、苫小牧の象徴の丸太であると根気よく説明し、 形を守ったという。しかし2009年に7等分に切れているタイプが発売され、翌2010年には元のタイプが発売中止となった。2012年1月にはあの食べづらさが懐かしいというファンの希望に応え、そのままの形の復刻版が発売されている。よいと負け、食べづらい。でも、とっても美味しい。よいと負けという歌詞の15秒の TV スポット CM も、 作成された。楽天市場内のサムスンホームページ。よいとまけうみの親初代社長、小林正俊の肖像。サムスンホームページ。日本一食べづらいお菓子が復活。ありがとうございます。